はい、皆さんこんにちは。大和在宅藤原です。はいはいはい、本日はこちら、新たなアパートローン登場、金融機関 T の商品を解説。他の動画でですね、アパートローンいろいろこう新たに出てきましたよというご紹介をしたんですが、本日はですね、具体的に、ある特定の金融機関、まあ、ここでは T としますけどもの商品を解説させていただきます。内容はこちらのようになってますので、これからですね、不動産投資をしたい方、あるいは、融資に困ってですね、今後物件今買えないよというような方はですね、ぜひ最後までご覧いただきたいというふうに思います。ちょっと復習になるんですけども、アパートローンの傾向なんですけども、今ですね、これまで停止していたですね、金融機関、まあ、これはいろいろなですね、2年前、2018年頃からですね、いろんな不祥事がありました関係で、金融機関がですね、収益不動産向け融資を一気にこう閉めたんですね。それによって、融資がもうつかなくなってきたと。一部の富裕層の方以外つかなくなってきたっていうのがあったんですけども、ここに来てですね、金融機関の融資が復活してきました。で、まずはですね、まあ大体融資開くときに、どこに開いていくのかっていうとですね、まあ一番富裕層は常にですね、融資が受けられる状態なので、まあこう、いわゆるこう年収ピラミッドでいくと次ということで、高年収の会社員の方とかですね、勤務員の方とか、まあ安定的な収益を、収入を得られている方向けに、まずは、融資が復活してきたという、こういう話になってます。で、新たな金融機関がですね、アパートローンを賞金設計して、融資を今開始し始めております。ポイントとしては、融資限度額が高額だという、こういうお話ですね。で、金融機関 T の新しいアパートローンについてですね、こちらに記載が、させていただいております。ポイントなんですけども、1としてですね、年収1000万という枠組みがあるんですけども、年収1000万以上の方にはですね、門戸が開かれたということになります。で、あと融資の上限がですね、10億円ということですね。で、あとは、ちょっと前だとですね、まあ、いろいろな、こう、不正を使ってですね、フルローン、オーバーローンみたいなのも横行していたんですけども、今そういった反省を踏まえてですね、やはり一定の自己資金を入れてくださいよ、というのが、スタンスとなっております。あとは中古物件ですね、築年数が経過した物件でもですね、長期の融資が可能だというのが、4つの大きなポイントとなります。順に解説していきます。まずポイント1なんですけども、年収1000万以上、が条件なんですが、普通と言いますかね、これまでですね、こういうパッケージ型のアパートローンって言うと、上場会社の会社員の方とか、公務員の方とか、まあ、医者の方ですね、こういった安定して収入を得られる方に向けて、融資を出すっていうスタンスが多かったんですけども、今回ですね、金融機関 T に関してはですね、個人事業主の方でも融資が OK となっております。結構ですね、個人事業主の方、我々もいろんな方が、相談に来られるんですけども、ちょっと個人事業主でまだちょっと業歴も浅いので、売上とか年収はあるけれども、なかなかちょっと融資厳しいですよね、みたいな、こういう話をですね、されることが多いんですけども、この金融機関の場合ですね、年収1000万、前年の状態で年収1000万あればですね、審査に乗ってくるという、こういう商品となっております。ポイント2なんですけども、融資の上限の金額がですね、最大10億円というところは非常に大きいメリットかなというふうに思います。従来のですね、こうアパートローンっていうと、年収かける、まあ、ざっくり10倍みたいなですね、そういうところで融資の上限をすることが多かったんですけども、まあ、10億円今回ですね、新たに融資の枠ができたということなんで、まあ、10億円借りられればですね、もう、アーリーリタイアできるぐらいの一定のキャッシュフローを得られる規模になってくるということになります。なので、こう見方を変えるとですね、既存借り入れをこれは見ないという商品になってますので、ここの2、3年でちょっと多かったのが、まあ、高年収サラリーマンの方に、新築ないし中古の区分、ワンルームマンションを販売する業者がですね、ある特定の金融機関のアパートローンを使ってですね、2個3個物件買ってもらって、まあ、そこでこう、融資の枠を使い切ってですね、もともと一等を狙いたかったけども、まずお試しで、区分からやっちゃったと
というような方が、実際はですね、区分2、3個買ったらですね、もうそこで貴重な融資の枠を使い切ってしまって、1棟借りられないという事態がですね、結構実は多発しています。実は我々のお客様と言いますか、相談に来られる方も区分2、3個買ってですね、もう融資の枠がないよということなんで、ちょっと今の状態だと厳しいですねということで、こうお帰りいただいたというお客様も結構いらっしゃるんですね。なので今回この新たな融資商品によってですね、既存借り入れがあっても新たに10億円の枠がありますので、一棟ですね、に移行できるチャンスができたということになります。ポイント3なんですけども、これどちらかというと、投資家の皆さんにとってはデメリットになりますが、一定の自己資金は求められます。これはですね、年収によって、融資の、上限、一つの物件を買うに際しての、融資割合、自己資金割合が変わってきます。現状においてはですね、年収1000万以上の方においては、物件プラス、購入諸費用、これを総事業費とします。これの 80% までは融資が出るということですね。年収2000万以上になってきますと、総事業費の9割は融資が出るということになります。数字ちょっと見てみますとですね、物件価格1億円で購入諸経費が700万と、つまり総事業費で1億700万と、こういう物件を買うときに、年収1000万の方であればですね、融資は8560万円がマックスとなって、2000万超のですね、自己資金が必要となります。まあ、結構重たいといえば重たいと思いますね。それが年収2000万になるとですね、9630万まで融資伸びますので、自己資金は1000万ちょっとで済むということになりますので、まあ、年収2000万以上ある方はですね、まあ、かなり有利に買い進められるんじゃないでしょうか。ポイント4なんですけども、中古物件でもですね、長期融資が可能となっております。結構ですね、この2年前のいろいろな出来事によってですね、この建物の法定耐用年数ですね、残存の耐用年数以内での融資をするっていう金融機関ばかりになってきた傾向はありますよね。法定耐用年数を超えた融資っていうのはなかなか、特に都市銀行とかですね、地方銀行のプロパーローンにおいては厳しくなってきました。それをですね、今回の融資は、新しい商品はですね、それを超えた長期のファイナンス借り入れが可能というふうになってます。具体的に見ますと、例えば築30年の木造アパートなんですけども、融資期間はですね、55から経過年数を引いた25年得られるということなんですね。築30年で都市銀行とかで引くってなるとですね、どちらかというともうプロパー融資、土地見直し融資みたいな形で10年、まあすごく属性良くて15年がマックスなんですけども、この商品であれば25年融資引っ張れるということなので、こうキャッシュフロー十分ですね、得られやすい借り入れができるということで、まあ原価償却狙いでですね、物件購入する際にも使いやすいかなというふうに考えております。なので、今回の金融機関 T のですね、おすすめの方ですね、こういう方が使えばいいんじゃないでしょうかということなんですけども、まずはですね、繰り返しになりますけども、融資の枠がですね、既存借り入れ、全く見ませんので、もう融資の枠を使い切ってですね、物件買えなかった人がですね、新たに、一棟物を買うときにですね、使っていただければいいと思いますし、あとはこう経過年数ですね、築フルの物件を狙っていくといった方もですね、この商品使えるかなというふうに思います。利用するためなんですけども、これは過去のいろいろな反省、金融機関もですね、過去いろいろなこう不動産業者、建設会社がこう乱立した時代にですね、まあまあ闇、もう、特に、その事業者のことを審査せずですね、融資出していって、結果彼らが不正してたと、あるいは金融機関もそれに加担してたみたいな事件があったんですけども、そういった、反省を踏まえてですね、提携業者っていうのをいくつかこう絞ってるようなんですね。ちなみに当社はですね、もう常に提携済みなので、当社は、金融機関からはですね、安心の業者ということで認められているんですけども、そういう提携先の不動産会社、建設会社を通じて、融資を打診していただくというような、そういった形になりますので、そこはですね、当社もそうですし、他社でもいくつかあるようなので、聞いていただけたらというふうに思います。
当社のスタンスとしてはですね、今回の金融機関 T のですね、融資の商品の特性を考えると、どちらかというとですね、まあ、新築というよりは、減価償却を狙ったですね、節税で、物件を買いたいという方のために、築古物件でですね、融資、こう、ご紹介していこうかなというふうに考えております。まあ、節税するぐらいなんで、年収もですね、1000万、2000万、5000万の人いっぱいいますので、そういった方にですね、この商品紹介していこうかなというふうに考えております。ということでですね、新たなアパートローンの活用でですね、不動産投資のチャンス、ぜひ広げていただけたらというふうに思います。本日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。動画の内容がよろしければ高評価と、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。